の出会いでないでしょうね、うん、僕らもなかなかね。そうですよね。じゃあ、明菜ちゃんすいません。はいこの角度になると深刻ですよ。違う違う違う、だから憧れの人なんですね。憧れじゃなくてやっぱりちょっと思ってる方はいらっしゃるわけ。どらっとこその人に近く行くとこ、あっ、あった、いった、かわいい、かわいい、かわいい。ということはその人の近くということはね、探偵どうも、探偵仕事の関係、コンサートスター、そういう、そうか、ミキサーさん、なんかね、後ろでリード見たりキュイーともしやってたりしたら、何気なくふっと目線送ってみたり、そういうのありますねそんな歌歌えないですよ、そんなに近くにいたら。じゃあコンサート関係ではない。いや、わかりました。だって歌歌えなくなるんだもん。歌えなくなるからコンサートの中にはいないから、入り口で切符見てる人なんでこれが問題ですよね。だから私ね、領受してもらいたいんです、アキナちゃん。結構欲しいの、本当にね、で子供産んで欲しいの、子供、アキナちゃんそっくりのね、女の子欲しいんですよ。女の子な、若菜っていう名前にするね決めてる、全部決めてる。なんか昔そんな名前のマーザーさんいてまいんだろ、若菜さんミス若菜さんいいじゃないですか、なんかそう、秋名若菜のご両人今の浜村亮さんや、ちょっとだけ、ちょっとだけやらせてもらいます。いやそうですか、そういうことですね。女性が一番綺麗になるのはどんな高級な化粧品でもない恋なんですね。はい、恋をしてると思ってました。もう絶対頑張ってよ。頑張ります。ダメですよ、積極的に行かないと、女は待つとか言うけどそんな時代じゃない。待ってたらいつまでも来ない。やっぱ信号出さないと。そうなんです、信号出さないとダメ、ちょっとやっぱり好きですよっていうようなことを言ってもいいと思う、全然はしたないことでもないと思う。今いいと思いますよ、絶対そう、そうですか、どんななっちゃうんですか。言えないんですか、もうメロメロ、もう喋れなくなっちゃうんですか、その人の前に行くと言えてる、じゃあこうなって、いや、その人がいるなと思うと一回ちょっと化粧室入ってこう襟直したり、そうちょっとこうして、あ、今日は大丈夫だとか、なんかっていうか、あの、あ、こうちょっとこう知らんぷりするタイプですかね。結構冷たくするタイプかもしれない。あ、それは難しいな、知らんぷりするとね、男はね、そう、あ、ダメなのかなとか思ってしまいますから、ね、いや、なんか久しぶりにどの子ねって言われても、あ、本当にっていうぐらいの、あ、分かるような気もするけど、も上、上、上、物持ちの上ですよ。いや、そうでもないから、よくって、いや、上やと割とその辺も理解できるんですよ。あ、そう、あ、うん、でも、いや、近い、近い、あ、近い、俺じゃないなそれではですね、はい、コースター質問というのがありましてね、これにね、無記名でね、あ、怒っちゃった、ちょっときついですよ、いろんな質問書いてありますからね、これ引いたびきよ、引いてね、答えてくださいねなんか私もいろんなもの食べちゃって口の中いろんな味になっちゃって、それでもビスコ食べよう、うん、でもあると食べちゃうもんね。あとさんは、ね、お願いします。お願いします。どうぞ、めくればいいんですか。はい、あれ、うん、取れない、取れない、あ、あれだ、あ、見えちゃった、あ、それは、あ、彼氏に将来なってほしくないのはハゲ、デブ、私、どっちかですもんね、別に思わないでしょ、なんで映ってんの、なんで映ってんのよ私、どっちもなっていいもん。今サブにカメラがあったらもう一人映してるんですけど全然頑張らないでしょ、そんな盛り上げてんの、ハゲもデブも大丈夫、これ究極にならない、ね、どっちもいい、どっちでもいい、なってもいい、やった、将来のことですからね、全国のデブ、ハゲ、よかったな両方じゃなくてよかったですね、本当に聞きたいやつこれじゃなかったみたいだけどな、これでやったの、これじゃあこれで引いちゃう、引いちゃう、熱が40度も出たら誰かに来てもらう、一人で熱を楽しむ、楽しまないけど、楽しまないけど、一人でいる。え、なんで？呼ばないですか？来なくても。40度はきついよ、結構。来て。私ある。え？もうふらふらだよね。38度くらいまで。気持ちいいぐらいでしょ。タレントになってから3回ぐらいある。40度ある？うん。ある。けど、私ダメなの、人に心配かけるのが。人の世話は役の好きなのに、どうして人に心配させんのやら。いや、嫌なの。もう自分で苦しくても、とか言って、水を飲まなきゃとか、トイレも行く時もこうでも、一人で頑張る。うん。
だから、なんていうのかな。根本的にね、変な甘えん坊なの。だから、甘えん坊じゃないじゃん、一人で頑張る。電話してまで、とか、呼んでまで自分がしてまでは呼びたくないの。でも逆だったらどうよ、それ。私は、私はもう何も聞かん、聞かんで言っちゃう。言っちゃうんでしょ？人にはするのよ。それは友達にも言われるんですよ。人にはするくせにどうしてね、あなたはそうやって、だったらそういう時に甘え、言ってほしいって思うでしょって、うん、来てって言ってほしいと思うでしょって、うん、私絶対来てって言ってほしいって私は言うんですよ。うん、そしたら人もそうなのよ。そうなのよ。いいのよ、友達は言って。言うんですけど、私はね、ちっちゃい頃からあんまり、甘えて育たなかったから、甘え方を知らないのね。自分のことは自分でっていうのがもう徹底してあるんだよね。うん、で、ちっちゃい頃から結構病気がちだったから、それで本当に兄弟とか家族に迷惑かけてたから、それがもうすっごく頭に残っちゃってて。悪いなとかそういうのが。ダメなの。だから、痛みっていうのは自分しかわからないでしょ？だから、自分さえ我慢すれば誰もわかることじゃないっていうのが、ちっちゃい頃から染みついちゃう。いいんだよ、言っても。大丈夫なんだよ。仲いいっていうのはそういうことなんだから。厳しすぎますよね、自分は。もう偉いね、もう中森さん中森さんそんなことないの。だから、ひねくれてんのはひねくれてん。泣くなら中森さん、なって泣いてんの。だって、国子さん優しいんだもん。なんか日曜の朝に泣かすのよね。マイコ。ちりがみちりがみ。いやでも、いいなとかって、そういう風に言ってくれる人ってあんまりいないですよ。はいはいはい。結構、本当に仲良くなったりとか言う人じゃないと、こんなもん言いなさいとか、ただの風邪でもね、頭痛かったら頭痛いんだから。それ痛くない人はわかんないかもしれないけども、痛い時は痛いんだから、痛いって言わなきゃ、それ自分しかわかんないっていうのと逆に取ればね、本当に言わなかったらわからないんだから。で、痛かったら対処の仕方もあるのに、あんたみたいに痛くても何でも大丈夫、大丈夫って言ってたらわかんないし、仕事だって平気にやんなきゃいけないしって、バカ見るだけなんだよって言われるんですけど、ダメなんですよ、私やっぱもう。そういうちっちゃい頃の育ち方って、せっかく変えようと思っても変わんないのね。努力はするんですよ。だけど、なんていうのかな、結構そういうとこは男の子っぽくて、なんていうのかな、ちっとやそっとで痛いって言ってるとかって取られたくないの。だから本当にもう自分がもう立てないぐらいじゃないと言わないの。そんなもん我慢できるだろうって思われたらどうしようって思っちゃうから。日曜の朝に流しちゃいけないですよ。ごめんなさい、私最近ね、ちょっと、いや、最近涙もろいんですよ。泣いちゃいましたよ、私もハマっちゃって。電話してよ！ねえ！ほんと。もうさ。いや、でもね、大丈夫だ。40度出しても、結構ちっちゃい頃から弱かったから、自分で強くなれるの。風邪とかで40度出しても、次の日とかちゃんと自分で治すよ。精神力の強さにはもう本当に驚かされてしまうんですよ。ちょっとびっくりしちゃった。本当に病は気からって言うけど、本当よ。本当に、そう。うん、大丈夫だよ。結構ね。まあ、そんなようなっていうわけじゃないんですけどね。新曲が出ました。5月21日。はい、これは両 A 面って撮っていいですかね。はい、忘れてた。坂本龍一さんが、全部音楽を担当して。持ってきたの。おお、3枚ある。枚ずつ。ありがとう。はい。はい。ありがとうございます。手渡して欲しかったでしょ、ごめんね。待ってました。これが新曲でございます。1個ね、私忘れてた。あ、これ一番美味しいんじゃなかったのかな、これ。それ最後、ずっとみんなで丸ごとバリバリしながら、女の子みたいにこうカチッとやらないで、やらないで丸ごとバリバリしながら喋って、食べよ。音声さん泣かせのバリバリものがね、いっぱい今日は出てまいりましたけどもね。こっちの方が、エバーラスティングラブ。こっち、割とこう、ゆっくりな感じのね、やつなんですよ。これね、最後にね、セリフがあってね、働いてます、働いてます。
ちゃんとティッシュを引いています。なんて家庭的なんでしょうか。これ最後なんかボソボソっと英語でね、なんか言うでしょ、こっちの方、うん、ちょっと英語があれ堪能じゃなかったんですけどね、最後にこういうとかなんか言うのね、ね、今度もマイコと一緒に聞いて、なんつってんのか聞きたいですけどね。ね。それから、そっちはゆっくりの方で、こっちの、Not Crazy to Me の方は、割とこう、そう、かなりアップテンポ、ね。うん、アップテンポのやつで、ノッコがなんと作詞をしているという。かわいい、みんな。なんかこんな。みんなでこうやって同じもん食べてるのって幸せですよね。何年ぶりからこれ食べたの。美味しいですよ、これ。これはハマる味だよね。こうなってハマりますよね。うん、